九州北東部福岡県築上町、周防灘と国東半島に囲まれたところに航空自衛隊築城基地はある。飛行場地区とその西3キロにあるペトリオットミサイルの地区からなっている。基本となる任務は警戒監視により発見した国籍不明機が領空を侵犯する恐れがある場合、これに対処することである。発見した国籍不明機に対して戦闘機を緊急発進させることをスクランブルという。 F2 戦闘機を要する第8飛行隊は黒ヒョウ、ブラックパンサーの愛称で親しまれている。厳しさを増す安全保障環境に適切に対応するために、まず築城基地は365日24時間スクランブルを実施できる体制をとっております。またこれらを適切に実施するために日々厳しい訓練を行っているところであります。また飛行機を飛ばすためには、それを整備する部隊でありますとか、あるいは基地を維持する部隊が必要となります。それぞれの隊員がそれぞれの持ち場をしっかりと守り、着実に業務を実施していくことが基地の体制を維持するとともに抑止力になると考えております。築城基地の精鋭たちはあらゆる環境においても任務を遂行できるよう日夜訓練を積み重ねている。彼らこそ日本の西の空を守る空の先森たちなのだ。築城基地には6個の部隊が所在している。第8航空団、第2校舎群第7校舎隊、西部航空施設隊第3作業隊、航空保安管制群築城管制隊、航空気象群築城気象隊、築城地方警務隊の6つである。主要な装備品は F2 戦闘機、 T4 中等練習機、ペトリオット地対空誘導弾、基地防空火器など。これらの装備品を持って空を守る築城基地は高い緊張感に満ちた任務の一方、広報活動にも積極的に取り組んでいる。築城エアベースインフォメーションレディオホットスクランブル。FM ラジオ番組ホットスクランブルは航空自衛隊初のレギュラー番組。毎週金曜日の午後8時というプライムタイムに放送されている。黒ヒョウは地元で愛される存在でもあるのだ。築城基地の歴史は昭和14年に当時の日本海軍が建設した航空基地に始まる。昭和20年には神風特別攻撃隊、菊水部隊、銀河隊5機が出撃し、写真の11名を含む搭乗員15名全員が戦死した。このことを忍んで築城基地ベースオペレーション前には石碑が建立されている。戦後在日米軍から航空自衛隊に移管されると、昭和30年には T-33 練習機による操縦訓練を開始。平成21年には第7校舎隊に PAC-3 が導入され、弾道ミサイルへの対処が可能となった。そして平成28年7月、青森県三沢基地から黒ヒョウの愛称で親しまれる第8飛行隊が編入された。では第8航空団から所属部隊を紹介していこう。第8航空団は防衛大臣の指揮のもと、航空総隊令下西部航空方面隊に編成。飛行群、整備補給群、基地業務群があり、緊密なチームワークで任務を行っている。飛行群は F2 戦闘機を主力装備品として対領空侵犯措置任務および各種連携訓練を実施している。整備補給群は航空機の整備および車両や機材の支援整備並びに物品調達、保管および供給を行う。基地業務群は基地防空、飛行場の管理、施設維持補修、消防、警備、給養、副
作り構成及び衛星などを実施している。我々戦闘機部隊の主たる任務は防空です。日本にもし敵が攻めてきた場合についてはその敵をより遠方で捉えて撃破することによって我が国の被害を防ぐ必要があります。そのため我々は常に即応の体制を維持し日々訓練に努めているところであります。我が第8飛行隊は F2 を運用しております。 F2 についてはさまざまな装備品を搭載することができ空対地または空対艦の攻撃能力を保有しております。そのため我が陸上自衛隊でありますとか海上自衛隊と連携をして敵侵攻勢力を万が一の際には撃破するといった任務を与えられることになります。私の統率方針は応変です。これは応じて変わると書きます。どのような状況下においても隊員一人一人がその持ち場を守りそして臨機応変に対応してほしいという思いから示しております。また要望事項といたしまして基本に忠実であると示しております。私は盛況な部隊とは基本がしっかりできている部隊だと考えております。我々は戦闘機を運用する戦闘機部隊です。そのため私が考える理想の飛行隊は各人が自分の飛行隊を世界で一番だとそして世界最強だというふうに矜持を持つまたはプライドを持つといったことが理想であると考えております。そしてそのような環境を提供することが私の役目であると考えております。第8航空団の重要な役割が領空侵犯に対する措置である。地上の警戒管制レーダーや空中の早期警戒管制機などにより探知・識別し領空侵犯の恐れのある航空機を発見した場合にはすぐさま戦闘機を緊急発進させ状況を確認その行動を監視するのだ。警戒管制レーダーで探知した国籍不明機の情報をもとに春日基地に所在する防空司令所を経由し追記基地またはニュータバル基地から戦闘機が発進して対処する。追記基地は速やかに離陸できる体制で24時間365日休むことなく待機しているのだ。このような任務を担っている第8飛行隊のパイロット中野一位は自分たちの使命について次のように語っている。多数機編隊長及び戦技係として付与された任務を確実に完遂すべく日々戦技戦法の研究開発に努めていくこと、また教官操縦士として後輩の育成に尽力し第8飛行隊の盛況化に寄与していくことだと考えております。また業務内容につきましては A フライトコマンダー及び戦技係として主に戦術戦闘に関する諸業務また特に空対地空対艦における戦技の研究開発海洋上自衛隊陸上自衛隊との共同要領についての諸業務を行っております。飛行隊長の統率方針である応変のもと各人が持ち場を守りいかなる時においても臨機応変に対応できるよう皆が一致団結しております。まずはパイロットになりたいという強い気持ちを保持すること、次に健康な体を作りそれを維持していくことが重要だと思います。追記基地には第8航空団の他にも様々な部隊が所属している。第2航射群第7航射隊は領空に侵攻する航空機及び飛来する弾道ミサイルなどの迎撃を行う部隊である。西部航空施設隊第3作業隊は追記基地をはじめとする西日本各基地分屯基地において機能維持のための各種土木工事を主な任務としている。熊本地震における災害派遣では瓦礫の撤去作業などにも従事した。航空保安管制群追記管制隊が
築基地飛行場や近隣の4つの空港などに対する航空交通管制を行う。飛行する航空機を誘導し安全に離着陸させることが任務である。築基地を含めたその周辺空域は西日本の航空機運航の要であり、数多くの航空機の往来があることから、安全な運航に常に気を配りながら管制業務に当たっている。航空気象群築基気象隊は24時間体制で気象観測を行い、気象予報業務を担っている。飛行コースの気象状況を把握、ブリーフィングを行い、航空機を安全に飛行させる重要な任務である。築基地方警務隊、航空自衛隊の部内秩序の維持のため、犯罪捜査及び交通統制など司法警察業務及び保安業務を行っている。年に一度基地がたくさんの人たちでにぎわう築基地航空祭である。飛行展示や多数の航空機車両の展示などに大人も子どもたちも目を輝かせている。親しまれているのはお祭りだけではない。防災訓練で振る舞われた炊き出しのカレーが美味しいと評判になり、築城町観光協会が築基地名物隊員食堂カレーを発売している。航空自衛隊並びに築基地をしっかりと理解していただくことが基地の安定運用には必要不可欠と考えております。このため基地航空祭、夏の盆踊り、冬のコンサート、体験入隊等の基地行事、そして周辺自治体が計画する各種イベントに基地の装備品を展示すると基地の理解に努めているところでございます。航空祭の笑顔あふれる一日を過ごした後にはまた厳しい任務が待っている。緊張感がますます高まる西の空を守るため、24時間365日の体制を取り続ける彼らこそ愛される黒豹なのである。